本当に使えるファイナルカットのプラグイン6000についてご紹介します。 どうも皆さんこんこにちは映像クリエイターの石田です今回の内容は僕が Final Cut Pro で使っているプラグイン6つについてお話をしていきたいなと思います Final Cut Pro は拡張性の高い動画編集ソフトでこういろんなプラグインを入れることによってよりこう便利になってパワーアップするんですねなので映像クリエイターの僕が使っているおすすめのプラグインについてお話をしていきたいなと思います今回おすすめするプラグインは初心者が使いやすいものからあとは中級者 上級者まで使えるプラグインをちょっとあのリストアップしてみたのであのまあ皆ささん参考にされたらいいいかなと思いますそもそもプラグインとはそのメインの動画編集のソフトをこう補ってくれるようなものだと思ってもらえればいいかなと思います。で 例えばファイナルカットプロではいろんなことができるんですけどもそれでも例えばアニメーションを作るみたいなことだとそこにはちょっと限界があったりとかあとは例えばノイズを消すとかあとはフリッカーをなくすとかあのいろんなところでちょいちょいあの限界っていうのがあるんですね。でそれを外部のプラグインというものを入れてあげるとファイナルカットを手助けしてくれる感じでよりこう動画編集を効率化できたり。 あとは最終的に出てくる動画の質というのが上がってきます。というわけで早速いってみましょう。まず1点目なんですけども、Motion VFX です。で、こちらは一つのプラグインというよりは、あの Motion VFX というのがこうサービスの名前で、で、こちらの会社からいろんなプラグインっていうのが販売されています。で、もう僕もここのプラグインをもうめちゃめちゃあの愛用しています。で、まあ簡単に例えばですけど、ちょっとシネマティックなあのタイトルを入れたいとか、 あとはあのまあロワーアサードと呼ばれるあの例えばインタビューの時とかにこう名前をちょっと載せたい時でそういった時の簡単なアニメーションっていうのを僕はこれを基本的には使っていますで僕の,の YouTube の動画で出てくるアニメーションのほとんどはこの MotionVFX の中のプラグインから使ってます 僕はアニメーションを専門でやっていないのでやっぱりそのアニメーションを作るのは時間がかかるしあとはクオリティもめちゃめちゃ低いんですよね。なのでそういった自分の弱い部分についてはこの MotionVFX のプラグインを利用してあの時短にもなるしあとはそのクオリティも上げるというのをしています。 この Motion VFX のプラグインを使えば、まあ、例えばこういった感じでインフォグラフィックスを作ったりもできるので、あの、ちょっとしたクライアントワークとかでアニメーションを求められても、あの、結構これでカバーできるっていうことがありますね。そして2つ目に紹介するプラグインがニートビデオになります。で、こちらのプラグインは何かというと、ノイズを減らしてくれるプラグインになります。 で僕は α7S3 を使っていて、まあ、かなりそのノイズに強い機種を使っているんですけどもそれでもやはりどうしてもノイズが出てしまうシチュエーションっていうのがあるんですね。 例えばこの作例ですと、韓国のこの伝統的な花火を撮ってたんですね。で、この時にもう花火といってもかなり光量が小さいんですね。で、周りを真っ暗でこう街灯もないので、かなり ISO を上げてます。確か25,600ぐらいまで ISO を上げてます。なので、こう、後から見るとかなりノイズがこうザラザラ出てた感じなんですよね。で、それをこのニートビデオを使うことによって、この割と綺麗にこのノイズっていうのを減らしてくれます。 でこのノイズも、まあ、どれくらいのレベルで消すなどこう自分で調整できるので自分の好みの量でノイズを調整することが可能になります。 でこのニートビデオを使えば例えば暗所に弱い APS-C のカメラを使っていてもこのニートビデオのプラグインを持っていれば結構ここで補えちゃうっていうことがあるんですよねなので高いフルサイズのカメラを持っていなくてもその APS-C のカメラを使ってでちょっと夜間でノイズが出てしまった場合にはもうニートビデオに任せてしまってノイズを減らしてしまうみたいなやり方も、まあ、僕はありだなと思ってます で、あとは僕は結構接者マクロ撮影をよくするので、で、マクロの時も結構ノイズって出やすいんですよね。で、どうしてももうめちゃめちゃ接写してしまうと、もう物理的にちょっとノイズが出てしまうことが多いんですね。なので、そこでちょっと少しだけザラザラしてるノイズを編集の段階で、ニードビデオを入れてあげると、あの、結構綺麗にノイズが減るので、まあ、これは僕はかなり愛用してるプラグインになります。 そして3つ目に紹介するのが、リールスマートモーションブラーというプラグインです。で、これはどんなプラグインかというと、モーションブラーを付け足してくれるプラグインになります。で、そもそもモーションブラーっていうのは何かというと、例えば今僕がこうやって腕を振った時に、で、あの、自然なこうブレを出す、動きに合わせてこうブレて見えるっていうのがモーションブラーになります。で、このリールスマートモーションブラーはどういう時に使うかっていうと、 例えばシャッター速度を速くしすぎて動画を撮影していた場合でそういった時にはこのモーションブラーっていうのが非常に役に立ちます。 で例えばですけどこの作例の場合ですとめめちゃめちゃゃ速いシャッター速度であのこの時は撮影してますなぜならレンズの性能を見たかったのでどうしてもその ND フィルターをつけないで撮影したかったんですねなのであの光が、まあ、光量が強いのでどうしてもシャッター速度を上げなきゃいけない状況だったので,でそれだけシャッター速度が速くなってしまいましたそういった時に、まあ、そのままの素材を見ると少しそのパラパラしたように見えてしまうんですね でそこでこのリールスマートモーションブラーをちょっと付け足してあげるとそのブレというのが自然に出てきますこのリールスマートモーションブラーではそのモーションブラーの値も決められるのでこうまあ自分が見ていてちょうど心地の良いあのモーションブラーの値に設定できるので、まあ、これも非常に便利かなと思います リールスマートモーションブラーもあの全然完璧じゃないのでこう後から全て完璧にできるっていうわけではないのであのそこは理解されるといいかなと思います場合によってはこのモーションブラーを付け足すとなんかちょっと変な風にもなったりするので、まあ、そこの塩梅ばいはこう自分でこう試しながらあの探していくのがいいかなと思いますそして4つ目のプラグインなんですけれどもフリッカーフリーになります でこのフリッカーフリーというのはいわゆるその蛍光灯とかでこうチカチカしてしまう現象でこのチカチカをあの消してくれるプラグインになりますで例えばこの作例だと少しこの街灯がチカチカしちゃってるんですよねなのでこれを消すためにこのフリッカーフリーというプラグインを使うとある程度きれいにこう補正することができました まあただこう注意しなくてはいけないのがこのフリッカーフリーも完全じゃないんですよねなので全てのフリッカーが消せるかって言ったらそうではないのでそれは注意してもらうといいかなと思いますそして5つ目なんですけどもビューティーボックスになりますでこれはどんなプラグインかというとこれはその人の肌をきれいにしてくれるあのプラグインになりますでこれは例えばポートレートを撮影したり人物撮影が多い方だと非常にこう役に立つプラグインかなと思います やっぱりその人の肌っていうのは、まあ、どうしてもその近くで見たりすると、まあ、少し凹凸があったりあのポツポツしてるのでこのビューティーボックスを使うと、まあ、そういった凹凸を柔らかくしてこう肌をこう柔らかくソフトに見せるという効果がありますこのソフトはやっぱりポートレートを撮影する人にはまあ必須のプラグインかなというふうに思いますねそして最後6つ目なんですけどもトゥイクスターンになります ちょっと読み方が合ってるか分かんないんですけどもこれは結構値段もするので、まあ、かなり上級者レベルになるプラグインなんですけども、まあ、いざという時にこのスーパースローモーションが使えるとこうすごく迫力のあるシーンをもう超スーパースローにすることができるんですよね。 で例えばですけどその120フレームで撮影しているとそのスローモーションの値でいうと確か25までででスローモーモションできるんですねでこの TWICKSTAR を入れると例えば1%とか2%ぐらいまでのスローにできるんですよ。でそうすると例えばあのこの作例のような感じでジャンプしてでその空中にいる滞在時間をとにかく伸ばすみたいなことが可能になってきます。 そういった感じでこのソフトがうまく決まると、まあ、非常にこうインパクトのある映像になってきますでこれは例えばファイナルカットの中にあるあのオプティカルフローとか使うよりは、まあ、はるかに正確にあの超スーパースローがあの作ることができます、まあ、ただこれも他のプラグインと同じようにあの全然完璧でではないですでやっぱりその足りない部分を保管して作るので場合によってはその。 勝手に生成されたあのフレームがすごく破綻していることとかがあるんですよね。あの,まあこの作例もちょっとあの足がぴょって出ちゃってるんですけども、まあ、こんな感じであの破綻することもあるので、まあ、これもどうやれば素材が破綻しないでどれぐらいのスピードがいいのかっていうのは結構試行錯誤しながらこう慣れていく必要があるプラグインではあります。 という感じで今回の内容は僕がよく使っているプラグイン6つのご紹介でしたモーション VFX それからニートビデオそれからリールスマートモーションブラー、フリッカーフリー、c k e r f r e e で b e a u t y b o x t w でここら辺のプラグインっていうのは非常にこの僕の映像制作においてあの非常に助けてくれるプラグインになってますでそのプラグインっていうのはその編集のメインのソフトでもないしその必ずしも全てその 仕事をやってくれるわけではないんですけどもやっぱりそのあと一歩みたいなとこをこう助けてくれるのがプラグインかなと思ってますまあ最初の一番最初に挙げたモーション VFX だと本当にとにかく時短になるしあの一めてかっこいいあの雰囲気が作れるので、まあ、初心者の方には非常におすすめするプラグインになりますで残りの5つのプラグインっていうのはかなりあの中級者からあのプロ向けのソフトなんですけどもあの 仕上がりの違いがちょっとしか変わらないんですけども、まあ、そのちょっとっていうのが映像の中ではすごく差が大きいんですよねでそのちょっとがもうすごくたくさん積み重なることによってで最終的なクオリティがもう本当に変わってくるのが映像だと僕は思っていますなので本当動画映像の神様はもう細部に宿るということで,でそういったその細部をきっちり仕上げていくには、まあ、こういったプラグインを使用していくとその絵のクオリティが一つも二つも上がってくるのであの、まあ、ぜひ皆さんも参考にされてあの見ては いいかなと思いますというわけでこのチャンネルでは動画に関するさまざまなことを発信しておりますので高評価ボタンチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。